もしもりょっくんが筋肉陰キャだったら。皆さんこんにちは。僕の名前はりょっつ。キモクソ大学の大学生です。今日は、何気ない日常なので、かえってアニメでも見ようかなと思います。おー、ちょっと待ってよ、これ、おい。水島くん。おい。おい。高橋くん。おい。なんだよ、今日も。おい、どこ行こうとしとった、お前。いや、俺家に帰って、アニメでも見ようかな。ちょ。金ない。金？いや、お金持ってないよ。こないだ、こないだあげたじゃんか。1000円でいいからさ。いやいや、こないだ貸したからさ。腹減ったって。いや、前の分も帰ってきてないし。いや、まあ貸せ、早く。出せ、持ってんねや。お前、ボンボンやから持ってんねやろ。いや、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい。ほんとないんです。持ってんねやろ、お前。出せてんねや。いや、やめてください、ほんとに。いや、ほんとになくて。嘘つけ、お前脱げえじゃん、お前。いや、ないですよ。実はあるんや。やめてください。脱げえ。ちょっと、やめてください。出せよ。ないです、ないです。ちょっと、お前、脱げして、お前、脱げえや。おい。ごめんなさい、ほんとになくて。え？ほんとになくて。ごめんなさい。ちょっとやめてください。ほんとにすいません。鍛えてんの？え、僕ですか？うん、いや、最近その趣味でボクシング始めようかなと思っただけで。あ、いや、そんな大したことないんです。ごめんなさい、本当に。かじってるぐらい？かじってるぐらいだ。あ、まあまあ、まあ、週5ぐらいでは一応。週 5？ ですけど、なんか、ちょっと健康のために頑張ろうと思って。え、いつから？そうですね、もう半年ぐらいにはなるかなって感じなんですけど。いや、ごめんなさい、本当にそんな大したことじゃないんで。いやいやいや。すいません。趣味の程度でやってるぐらいの趣味というか、監督にというかコーチに、大会出ないかって言われて、今ちょっとガチでトレーニングみたいなさせられてるんですけど。ああ、そこそこ。だからそのバイトで入る時間もなくて、お金も本当ないんで、ちょっと本当勘弁してください。マジでごめんなさい。すいません、本当ね。そっかそうか。いや、俺もそんな無理に、いや、ほんまに金くなってるわけじゃなくて、その、ノリみたいなとこもあった。ふざけてるだけやから。でも、こないだは無理やりこう、なんか、おごらされたし。いやいや、返せん。返せん、さすがに。友達やんだって。返せん。いや、この間ちょっと機嫌悪かったね、なんかちょっと。そうなの。あ、じゃあ、早く返してくれたら嬉しいけど。あ、でも、いつでもいいんだ、別に。今ちょっと持ち合わせな。ほんまごめん、今持ち合わせないわ。今持ち合わせない。あ、ごめん。そうなんだ。あ、ごめん。いやいや、でも、いつでもいいから。いたお前。いつでもいい。いつでもいい。いつでもいいからね。そう、脱臼した。あ、ごめん。僕、え、マジ？アニメ見に帰ってもいいかな。あ、もう、早く。ちょっと恥ずかしいから。寒いな。ごめん。うん、ちょっと。ほんますまん。そうだね。ごめんなさい。あ、大丈夫。ああ、大丈夫。さあ、触るな。なんで、こっちくん。そんな強く触ったつもりだった。ああ、大丈夫。そうだね。ごめん、なんか今度、なんかおごるから。あ、まあ、この間のご飯買ってあげた分お返ししてくれる。ああ、もちろん。うん、それは。ありがとう。ごめんなさい、本当に。今日は本当お金なくて。ああ、いい、そうだ、いい。悪いな、ほんま。すいません、ごめんなさい。あ、はい、うん、ごめんなさい。はい、大丈夫です。じゃあ、僕、帰るね。あ、電車がやばいんで。まずい。あとでまたレジュメ送るな。ありがとう。選ぶ相手間違えたな。やったな、俺ら。人は見かけによらないというテーマのお話でした。なるほど。筋肉陰キャって何？さっき思いついた。さっき5秒で思いついた。筋肉陰キャってワード結構強そうじゃん。初めて聞いた。筋キャ。筋キャ。